はい、どうもこだろうですっていうわけなんですけどね。いや、今回はですね、高尾山の方に、来ております。はい、今からですね、高尾山登って小仏白山に登ってですね、いろいろとまたインタビューしていきたいと思いますので、その道中をねお送りできたらなって思います。まあ、そんな感じで今から、小仏白山に行ってみよう。ですね、8時、ぐらいにここ到着する予定やったんですけども、何やかんやで9時になってまいりましたね。ちょっとね、頑張って登らんとですね、その分ね。じゃあ今からね、一人で行くの初めてかな。なんか今までね、視聴者の方とかサロンメンバーの方とか行ってたんでね、ちょっと初めてっていうところで、まあ、だいぶ慣れましたね。なんか今もう金剛山とか六甲山よりも登ってる山なんでね、まあまあまあ、のんびり行きたいと思います。ピザも食べたいな。とりあえずね、最近お気に入りの1号路に行きましょうね。あ、でも他もなんかやっぱり登山者どれが多いかな。1号路ってあんま少ないか。どっち行こうかな。稲荷山とかでもいいかな。久しぶりに稲荷山登ってもいいけど、およ1号路をさらっと登りますか。はい、いいね、いいね、この時期の1号路だいぶ影になって歩きやすいです。やべえ、打って変わってカンカン照り、あちい。今14のうち5番目ですね。はい、3.8キロ、まあまあ遠いね。大丈夫、こんなこんなしんどかったっけ。やっぱ夏やから、やっぱりちょっといつものちゃいますね。春秋と登るのと全然感触がちゃいます。ちょっとしんどいな、ここ1号路。結構楽に登れると思ったんですけど、暑さが邪魔してちょっと苦戦しますね。はい、リフト乗り場着きました。山頂まで2キロ、周りからし平地が多いからちょっとこっから早いんちゃうんですかね。はい、着きました。ケーブルカー前着きましたね。今食べるの暑い、いらない、食べたい。ビール飲みて、はあ、これ10時から開くやつか。いや、いるのね。いつも食べてるし、並びましょうか、せっかくなんで。よいしょ、暑いな。アンケの味やな。なんといってもこの黒豆ですね。このしっかりとね、感触があった、噛んだ瞬間グワッとね、口の中に甘みが広がりますね。はい、今からまた登ります。今日あんまり登山者おらんない、それは夏やからか、全然おらんような気がしますね。いや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 、まああそこまで行ったら多少おるんじゃないでしょうかね。今日あんまり取れ高が期待できなそうな感じが、プンプンします。はい、まあ、ちょっととりあえず行ってみな話でなんなんでね、行きましょうか。女坂か男坂か、女坂に乗りましょう。前も女坂行きましたね。醤油団子も美味しそうね。三重黒ごま、東京みたらし団子、金ごま醤油団子、黒ごま醤油団子。
トイレ着きました。いろいろ考えたらここの水飲めるんで、ここで補給しましょうか。すみません、お母さん着きましたよ。全然山頂の写真の行列にないな。暑いな今日も。最初来た時結構感動したんです。めちゃくちゃ感動しましたね、この風景ね。目の前が懐かしいですね。いや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 、天井が美しく見えないと。あと富士山が、富士山があんまり見えへんの。一応見こうか。今は密かにちょっとずつちょっとずつ取りだめている、あなたのお気に入りのモンベルアイテム、50人に聞きましたですね。はい、今15人目16人目が終わりました。はい、ちょっとね、高尾でも全部終わらせたいですね。北アルプスからちょこ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 取りだめしてたんですけどもね、ちょっと高尾さんちょっと今回頑張って終わらせたいなっていうところなんですけども、やっぱりね、あと16人やったらあと34人きついなほんま。まあ、グループで稼ぐかっすよね。一丁台がつきました。はい、いいっすね。結構数になってるとこが多いんで、休憩スポットにもぴったりっすね。展望台つきましたよ。今日は富士山見えへんのちゃうかな。あ、見えへんな。すごいね。向こうの方までも晴れてないと見えへんっていう条件やね。行きましょう。あの辺かな、確か。もうちょっとや。ちょっと遅かったかもしれん。こんなもんか。あ、でも意外と陰ってんねんね、この辺は。はあ、高速島に着きましたよ。あっちの陰ってるね、結構。ああ、みんな座りやすそう。どこで食べようかな。寿司か。とりあえずアイスボックスで進みます。あ、うまいわ。久しぶりやな、これ。ナトリウム、ビタミン C、クエン酸配合、いい感じやね。ファッションチェックやろうと思ったんですけど、なかなか今忙しそうですね。募集かけた方が人集まりますよね。当たり前のことなんですけどね、当日来てくれた方々たちのね、ありがたみが分かりましたね。とりあえずどうしようかな。確かね、高尾さんモンベル、お気に入りのモンベルアイテムをちょっと聞いていきましょうか。だんだんちょっとスイッチが入ってきましたね。さっきのスイッチゼロやったんですけど、ちょっと入ってきたらね、結構突撃できますね。ああ、ちょっとね、いろいろ行きましょう。はい、本当はですね、相模湖の方に、帰りたいんですけど、ちょっとまだ数字いってないんですよ。44人かな、48人ぐらい、9人ぐらいまでちょっと行きたいんでね、ちょっと頑張りましょうかね。はい、なんやかんや言ってね、47人ですね。はい、結構声かけましたね。あと3人ぐらいはまあどっかなんとか長寿で会うでしょうっていうところでね、帰りたいと思います。どっかしらでインタビューしましょうか。まだ超えてるかもしれんしね、超えてるっていうか誤差あるかもしれんから、ちょっと家帰って SD カード見てみにはダメですね。超えてもうたらなんかちょっと嫌やな。51人行きましたとかなんか嫌なんで、ちょっと長寿で会わせるために3人ぐらい置いときましょうかというところでね、じゃあと1人ぐらい行っとこうか、どっかで。じゃあ1人ぐらいどっか聞いてから帰りましょう。今日もね、工数は多いけど一本っていうね、感じですけども、ちょっと頑張ったところで、帰ります。はい、はい、一丁台が着きました。一丁台にいるんかな、お気に入りのモンベルアイテム。いなさそうやな。みんなもう疲れてはるわ、なんか知らんけど。じゃあちょっと47人に止めておきましょうか、あと3人で。
ね、ああしんどい。なんか今日はちょっと休館日の予定やったんですけどね、こんだけ暑かったらね、あの雪の時に気になってたビアガーデンね、高尾さんのあれ行って、あれ4000円か、4000円、まあまあしようなほんま、飲み食い放題やけど、まあ、東京価格で高尾さんやったら結構安いか、なんかエスニックなもん食える言ってね、あれ一人で行くもんちゃうやろほんま、あれ一人、あれみんなで行くもんやろ、あれ一人で行ったらだいぶやばいやんけほんまって思いながらもね、ビール飲みたいな、このめっちゃ行こうかなほんま。じゃあほんま今日最近ちょっとよう飲んでたり食べたりしてるから、ゆっくり休む時間も大事かな思いつつも、ちょっと気になるやん、どうしようかな、すごい悩むな、あの高尾さん4000円 の高尾さんのビアガーデンね、あもう感想言えるのいいよね、視聴者さんに伝えるのなんかあれ視聴者さんのためみたいな感じだけど、己が飲みたいだけやねんてみたいな感じになってますけど、どうしようかな、あれ行こうかなほんま、あれ行ってビアガーデンね、食べ放題飲み放題ね、孤独のビアガーデン、ちょっと行こうかな高尾さん、まあ、経験やしね、何やかんや言うて経験を買おうか。じゃあまた1号路帰らなダメじゃないですか、でそっから1号路から何でしたっけ、1号路から、ケーブルカーか、あのロープウェイでケーブルカーで帰ろうか、そういうことしましょうかっていうとこですね。はい、あそうか、こっち行ったらショートカットできんや、わざわざ登らずにね、こっちから行きましょうか。ここにたどり着くのよね、このトイレ前で。はい、ああ景色撮るの完全忘れてるな、報道しろよ、ね、景色どころじゃなかったわ、あ何か8人インタビューしてるんでね、いやー大変やな、48人目いきましたね、大阪の方でした、いやよかったよかった、なんか大阪の方で、陣馬高尾を縦走して1日目で、2日目になんか高尾山の全ルートをこう制覇したっていう、どんだけ高尾山が一回やっぱ興味あるんでしょうね、すごいね、やっぱ関西人って大阪人ってなんか高尾山ってなんかその何やろ、北アルプスとかじゃなしにね、この低山なんですけど、東京の人が愛してる山っていうのをね、僕もそうですけど最初来た時感動しましたよね、めちゃくちゃ、はい、っていうところで、あそういう関西人の方も、あでも結構僕の山中もなんか高尾山行きたいって方は結構多いですよね、はい、じゃあまあそんな感じでね、行ったか、ええか今日48人行ったし、ちょっと自分へのご褒美で、自分へのご褒美ばっかりやないかという話なんですけど、ビアガーデン行きたいと思います。何やこれ、叶わぬ願いが叶いますように、もろもろの願いだらけなんか、大丈夫なんかな、願いに叶いはくくりを送るくださいに、大吟醸の足さらなる、諸願成就をあてんのか、どうぞご記念ください、行きましょうか、これ叩くの、叩くんかこれ、これで合ってるのかわからないですけど、なんかいろいろとよろしくお願いします。北島三郎歌碑高尾山、歌全然知らんすけどね、高尾山の歌出してるの北島三郎って、それちょっと YouTube で聞いてみます。夢の広さ、でかさが心の広さ、初心忘れず、読まれへんねんこれ、登って弔いと教え見守る、ああ高尾さん、なるほどね、あ手が触れると曲が流れますよって、お何だこれ、
いいじゃないですか。なんかあれすごい楽しそうな声が聞こえてきますけど、これあれなんかな、一人で行くの恥ずかしいなってきたんだ。めっちゃ楽しそうな声やん、これこれみんなでワイワイやろな、これこれ大丈夫な、俺一人で行って行く言うたけど、高尾山ビアマウント、あーいいな。でもゴーヤーチャンプル食いたいな。沖南国フェアね、オリオンビール飲み放題、2時間制、昨日何時、5時半まで、ええー、かもね、行こうかな、一人ですかみたいな感じになりそうだけど、で行きましょうか。ちょっと待てよ、さっきあれやん、トイレでサポロタイツを剥がした、そうしましょう。